では早速、はい、やらせていただきたいと思います。はい、まず恐怖の話からいきたいんですが、恐怖をこの作品を作るという、きっかけになったというなんかその、発端というのはどんなことから始まったんでしょうか。発端はですね、J ホラーシアターというプロジェクトを、まあ、立ち上げたのが2002年3年ぐらいですね。で、まあ、6人の監督と、まあ、結果6人の監督と6本作るって話になって、まあ、その時はまあ別に6本作るって決めてたわけじゃなくて、まあ、じゃあホラー作るとして誰とやるのが面白いかなと思って考えた時に、まあ、6人の監督が頭に浮かんで、で、まあ、6人の監督にお話ししたら、ぜひやりたいっていうことで、まあ、6本作ることになった、まあ、1人が高橋さんである。で、まあ、企画自体は高橋さんに、まあ、とにかく怖っけや何でもいいんで、まあ、怖い企画を出してくださいって言って、まあ、それから苦節5年かかってこの映画になったってことですよね。ってことですね。普通にJホラーシアターを、初代の頃第1作目に2本立てでやったじゃないですか。はい、あの頃から、まあ、見てる僕からするとなぜ東宝から別の配給会社に移ったのか、それはまあいろいろ話したくない部分あるんですけど。いやいや全然全然全然ないですよ。まあ東宝さんが最初6本ともうちでやりますっていう話になってですよね。うん、でやってたんですけど、まあ、雲行きが怪しくなったのが黒沢さんの、まあ、叫びって企画が出た時に、まあ、台本読んで、まあ、これ僕は面白いと思ったんですが、ただまあこれは東宝は無理だろうなと正直思いましたね。あ、それはもう一瀬さん側から思ったんですか。うん、思いました。だけどまあもちろん東宝には、まあ、やりましょうっていう話に来ましたが、さすがにこれは無理だと、東宝に向かないと、はい、東宝で全国区ではやれないという話になり、まあそうだろうなと、まあ、思い、まあ、そこからもう東宝とのパートナーシップは逆に解消したっていうことですね。まあでもそれは東宝の言う通りだと思いますよ。あれをいくら東宝が宣伝してもその100巻200巻でやる映画にはやっぱりならないですもんね。まあそうです、黒沢さんは作家性が強いんで、まあだからもちろん選択肢としてその東宝でかけられるようなものを黒沢さんに考えてくださいねっていうっていう方法もあったけど、まあその後高橋博士も控えてるし、はい、まあどうせそこで崩れるだろうっていうのもあったっていうのもなるほど、すごい分かりやすいですまあありましたね。でも僕からすると今ここにいるお二人っていうのは、まあ僕はもう本当のところが大好きなんですが、本丸なんですよ。プロデューサーとして監督としてやっぱリングからスタートしてる部分がまるじゃないですか、あの J ホラーというのは。で、お二人のその最初の出会いっていうのはやっぱリングだったんですか。そうです、リングですね。一さんの名前はもう上岡義晴さんとか西山陽一さんっていうもう受精がからこうずっとやってきた人たちが知ってたんでね。でずっと聞かされていつか会った方がいいよって言われてたんだけど、なかなかその機会がなくて、突然リングで目の前にいて、はい、えっていう、こんなそんないでも結構そのリング以降何度もお仕事されてますよね。まあそうですね、リング、リング2、リング0、発狂する唇、血を吸う中、そんないっぱいやってる。これですね、一番多いんじゃないんですか、お二方のタッグが。脚本家として、脚本家としてプロデューサーとして、まあでも清水君とも多いですけど、多いですもんね。ジョン・ジョーンズジョン・ジョーンズ清水さんはそうね、なんかもうあのシリーズってもう一つのもうジャンルになっちゃってるんですよ。でも僕も途中までやってさ、まあ入ってますね、ビデオ版の時ですよね。そう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 。まあでも基本僕はあんまり同じ人と何度もやるのはそんなに好きじゃないんですよね。秋ショーなんで、秋っぽいんで、秋っぽいから、だからよくプロデューサーで監督抱え込む人いるじゃないですか。はい、いますね。まあ今僕はあんま分かんないですね。やっぱり監督もいろいろ旅した方がいいし、はい、僕もまあ旅したいし高橋さんと多かったのは、まあ、まあ本当にその高橋さんは僕のホラーの師匠なんで、まあだからホラーを継続的にまあやることになった時に、まあ
やっぱり高橋さんから教わるところが多かったっていうことだと思いますね、うん、じゃあこの6作 J ホーラーシアター6作っていうのはもう高橋さんはもう最後のオーラスっていうことはもう決まってたんですか？いやいや、それは決まってないですよね。ただまあ1番バッター無理だろうっていうのはありましたよね。1番バッターでいきなり高橋さん来るとまあちょっと2番バッター以降が厳しいなっていうのはあったんで、まあ1番バッターじゃないとは思ってましたけど、まあでも別に6番目に高橋さんっていうふうに決めたわけじゃないですね。うん、まあでもとにかく東方が外れないとっていうのは多分あったと思う。でまあ紆余曲折して手を取りさせるっていう今現在は。まあそうですね。うん。うん、まあでもまあ高橋さん、まあとにかくその2003年ぐらいからもう高橋さんにプロット書いてもらってて。2003年の頃。そうそうそう。もうねこの間パソコン調べたら。2003年に書いたプロットってのが出てきましたね。ああそうですか、ね、それはひょっとしたら霊的ボディセリキってやつ。いやいや、そのねもっと前ですね。なんかあれですよ、なんか呪われた建物の話っていうかな、なんか変な形の建築物、三角屋敷。ああそうですそうです。ああそれが最初でした、僕の手元に残ってるものはね。ああそうですか、うん、それどんなプロットだったんですか最初の初行は。三角屋敷でしょ。うん、うん、ただねこれはねまさにマニアックなこのチャンネルならではかもしれないけど、はい、あれなんですよ、触れてはいけないことになっちゃったネタなんですよね。それはもう 今だから話せる部分とかあります？いや、なんかまだ続いてるらしいんですけど、僕らに迷惑がかかるんじゃないんですよ、はい、そのネタを話してくれた人に攻撃が行くっていう仕組みになってる。あ、それは危ないですね、うんうん、これはやめた方がいいですね、話しましょう。でここまでは大丈夫なんですけど、はい、あ、じゃあでもその危険なネタっていうのは生きてるってことは、一瀬さんがまたいずれプロデュースするとか。いやいやいや、それはその企画はボツにしました。あ、ボツにしたんですか。その企画はボツにしましたね。まあアイデアは面白かったんですけど、はい、そのアイデア以上にちょっとあんまり膨らまなかった、はい、アイデアが強すぎたのかもしれないですね。で今回のその恐怖のこのストーリーテリングまで至ったっていうのはどれぐらいの期間があったんですか？だから本当5年ぐらいですよ。いやでもこの原型が出たのは2008年の9月に一応印刷稿が上がったから、うん、あ、じゃあ本当5年。だから5年じゃないですか。2003年に最初のプロットもらったんですから。5年もんだわけですね。いやいや、あの形に行くまでは1年ぐらいでしょ。まあ、ね、まあ確かに、ね、そうなんですよ。それまではその霊的ボディシビキとかっていうもうわけのわかんないタイトルつけたやつとか、うん、とんでもないのいっぱいあったんで、でまあ、そんなもん東方持てたらね頭おかしいんかと思われますね。でも東方で高橋さんが1本監督したっていうのはかなり。いやいや、まあ確かにね。まあでもほら黒沢さんもそういう意味ではカイロは東方配給じゃないですか。だからまあね、その高橋さんも東方でって思いはあったですけどね、まあ無理でしたね。まあ、無理だったかどうかわかんない。だからまあそのまあ玉坂が外れてくれて、それで一さんがそれがこの企画が本当に具体的に動いたって自分が感じたのは、一さんがいやもうカルトでいいよって言ってくれたんで、カルトでいい、うん、あなたにはカルトしか期待しないみたいなことで。あ、急にそれまでのこういろんなね、それまでは やっぱりお客さんもっと大勢考えてあげなきゃいけないとかね、いろんなことがあって踊る大捜査線見に行って研究したりしてそっちですか。女子さん見てくれって言うから見て、うん、まあ、それ見ないとね、うん、でどうしようかなって、まあ、カルトでいいからって一言、この一言ですよね。はあ、それで分かったっつって急にこうまあこれに至る物語が書けるようになったっていうことでした。実際そのカルト化してワールドワイドのマーケットっていうのはどれぐらい の引きがあるんですか？まあ、J ホラーシアターは幸いなことにその最初にもう6本売れてるんで海外に、はい、だからまあ極端に言えば中身関係ないんですよね。メジャーなもん作ろうがマイナーなもん作ろうがもう売れてるので、まあ買った人があ幸せだと思うか、なんだこれと思うかは、まあ、ちょっと置いといてですよ、はい、うん、まあそれは関係がないんですよ。あ、ただまあそのやっぱりホラーっ
ていうのってこうどっかであんまり王道へ行っちゃいかんものでもあったりするじゃないですか。こうだからまあ王道行ってもいいんだけど初心を忘れないでまあ作りたいなみたいなところもまあ一方であったりして。